国道22号、国道19号起点ポスト、愛知県名古屋市厚田区厚田神宮、南交差点国道22号は、愛知県名古屋市から岐阜県岐阜市に至る、一般国道である。東海道と中山道を結ぶ、脇王館の一つである、ミノロを前進とする路線で、起点の名古屋市厚田区から、国道19号と重複した後、 愛知県尾張地方の属する清洲市、北名古屋市、市宮市を経由し、岐阜県橋間郡岐南町で国道21号と重複し、終点の岐阜市に至る路線である。現在は全線が名記バイパスなどとして他社線化されており、これらの名称で呼ばれることもある。一般国道の路線を指定する政令に基づく、奇襲点及び重要な経過値は次の通り、 1958年より国道22号前線にわたる名記バイパスの計画が事業化された。順次供用を開始し、1969年に前線がバイパスに置き換えられた。旧道は以下の県道になっている。名記バイパス、愛知県北名古屋市中野郷南起点の厚田神宮南から日銀前までは国道19号との重複区間である。 日銀前交差点で、国道19号は東に分けるが、国道22号は北上する。3の丸1丁目交差点で伏見通りは、終わり北西にカーブする。しばらく進むと、上皿交差点で北に曲がり、名古屋環状線に入るが、旧道はそのまま直進していた。構成通りに交差点で、環状線と分かれ、明域バイパスに入る。 堀越交差点で南から西へ90度カーブし、ここから、高下部には、名古屋高速6号清須線が並走する。庄内川を渡ると、清須市に入る。この庄内川の橋は新明財橋である。清須市に入りしばらくするとわずかながら、名古屋市西区に再び入る。再び、清須市に入り、国道302号をアンダーパスする。この区間は、高下部に、 名古屋第二環状自動車道、名古屋高速6号清洲線、16号一宮線が接続する、清洲ジャンクションもある。しばらく進んでいくと、北名古屋市に入る。北名古屋市に入りしばらく進むと道路上に、市境があるという区間が続く。北名古屋市のほか、一宮市、清洲市も道路に、市境がある。五条川を渡ると、一宮市に入る。 終点までの重複区間国道21号との合流岐阜県橋間郡岐南町一宮市に入りしばらく進むと名神高速道路一宮インターチェンジが接続するここまでの区間は名神経由で各地へ向かう高速バスも多く通過しているしばらく進むと名古屋高速16号一宮線は終点となる富士三丁目交差点で 国道155号と交差する。そのまま進むと、東海北陸自動車道一宮基礎川インターチェンジが接続する。しばらく進むと基礎川を渡り、岐阜県に入る。この基礎川の橋は新基礎川大橋で、南詰めからは、岐阜国道事務所の管轄となる。岐阜県最初の自治体は、笠松町だが、距離はわずかである。岐南町に入ると、 ギナインターチェンジが接続する。このまま直進すると、国道156号となるが、ここで西に方向を変え国道21号との、重複区間となる。岐阜市赤鍋本号交差点が、国道22号の終点である。国道19号との重複愛知県名古屋市や津田区、白鳥ありがとうございます。